アシア州、アコルーニャ県の自治体、コマルカド・オルテガルに属する。ガリシア統計局によると、2009年の人口は1359人で、ある。住民骨肖は、男女同系のサーディデンス。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は99.48%。セルディードは、アコルーニャ県の北東部に位置し、コマルカデ・オルトガルに属している。北は、 セデーラと、東は、オルティゲーラと、アスソモーサスと、南は、モエーチェと、西は、バルドビーニョの各自治体と隣接している。地形は波打つ、大地上で、タンブレ川が流れている南方に向けて緩やかに、傾斜している。自治体内の最高地点は、北部のペドラスネグラス山とベルディエラス山。自治体内には、 多くの小川が流れ、それらが谷を形作っており、その景観がトラソの地形の特徴となっている。セルディと教区の境界のそばのカストロで1840年に黄金星の首冠が発見された。これはガリシアで発見されたのとは著しく異なっており、アイルランドで発見されたものに似ている。6世紀スウェビ王国時代には、 コンダードでラバセンゴスに含まれており、イリア・フラビア氏教区に属していた地名としての、セルディードは1152年11月3日に、フェルナンペレスとその妻サンチャ・ゴンサーレスによって、初めて、言及されている。それはサン・マルティーニョでセルディード教会の資産をサンマルティーニョで守備や修道院へ寄進するというものであった。17世紀。 サン・サドル・ニーニョ公爵がこの地の自治体のために判事を任命している。19世紀の県並びに自治体の再編では、自治体はセルディの教区とオスカサス教区によって構成された。ア・バルゲーラ地区が教区として独立したのは1869年のことである。それはフェロル・ビベーロを結ぶ街道沿いにあるマラードス地区にメソンとサント・アントン・礼拝堂があり、 そのことにより、マラードス地区が重要な人口の核となったからである。アバラゲーラとはそのメソンの名称であった。2007年の自治体選挙の結果、自治体首長はガリシア国民党のアナロドリゲス・モンテーロで、自治体評議員はガリシア国民党、5、ガリシア社会党、2、ガリシア民族主義ブロック、2となっている。セルディードは3つの教区に分けられている。 ネーラ、カルロス、エボリューシオンのウソ・ドゥ・ジェリゴ・ポル・コンチェロズ、プラザ・プーブリカ、http、プラザ・ガル、リクールソ、1263、エボリューシオンのウソ・ドゥ・ジェリゴ・ポル・コンチェロズ、ディショナーリオ・ゼオグラフィコ・イラストラードで、ガリツヤボリューム7、p299、ジオグル・パブリケーションズ、2009、ISBN 978から84613581758。パブラシオネスデーチョデスで1900アスタ1991。シフラスオフィシャルズでロースセンソスリスペクチボス。シフラスオフィシャルズでパブレーシアンリザルタンツデラレビシオン。デルパドロンミューニシパルウェイチでエネロ。ありがとうございます。